皆さんどうもこんにちは、リンです。しばらく投稿ができなくてすみません。相棒が楽天証券であまり取引をしなくなってしまい、投稿するネタがなかったのが原因です。そこで今回は番外編として、相棒が保有している証券会社すべての利益を確認していこうと思います。報告内容は2023年1月1日から10月20日までの利益です。現在相棒が利用している証券会社は、野村証券、松井証券、楽天証券、SBI 証券、SMBC 日興証券の5つです。SBI 証券と SMBC 日興証券を今年の途中から開設した口座みたいですね。では早速確認していきましょう。まずはじめは野村証券です。野村証券は主にアクティブファンドの投資信託がメインのようです。譲渡益は125万1166円、配当等は183407円、よって合計は143万4573円です。続いて松井証券です。松井証券は個別株を証券と投資信託で利用しているよう、譲渡益は104万2557円、配当等は307514円、よって合計は134万9071円。次は楽天証券です。楽天証券はこれまで動画で報告してきた通り、個別株をメインに利用していました。譲渡益は206312円、配当等は53万8280円、よって合計は254万4592円。手数料の兼ね合いか、譲渡益は動画で報告した金額よりも少ないようですね。次に SBI 証券です。 SBI 証券は長期保有目的の個別株とインデックスの投資信託で利用しているよう、譲渡益は79万753円、配当等は0円、よって合計は79万753円。最後に SMBC 日興証券です。 SMBC 日興証券は担当者と相談しながら長期投資で運用しているようですね。譲渡益は0円、配当等は44007円、よって合計は44007円。したがって全ての証券会社での利益の合計は616万2996円です。いつの間にこんなに儲けていたのやら、今年は調子が良かったようですね。ただ今年の相棒の本業収入は諸事情により少なかったため、株の利益の大半は生活費で消えてしまうよう。今後の相棒の目標としては、ちゃんとしたポートリオを考えて金のなる木を育てたいようですね。要は労働者を卒業したいようです。今後も相棒の株がどうなるのか状況を報告していきます。トレードが少なくなったため、これまでの各週での報告から各月での報告にしようと思っています。チャンネル登録をよろしくお願いします。